今回紹介するのは、とある魔術の金賞目録かける電脳戦記バーチャロン。とある魔術の電脳戦記。という本です。学園都市で大人気となった次世代競技がある。実際の街並みに出現する巨大なバーチャロイドで行う格闘右線その正式名称は、電脳戦記バーチャロン。超能力者だろうが、無能力者だろうが。 テクニックさえあれば、誰もが対等に渡り合えるため、学園都市の生徒間で爆発的に広まっていった、白の衣装でカスタマイズされたバルバドスを専用機とするインデックスと、初期装備テムジン機の上上等馬がバトルを開始したその日、リン・スズ、トミ・リョカリン・スズです。私はリリナではありません。むにゃ。 寝不足気味の少女が学園都市に降り立ったそして上条は遭遇する通常のバーチャロンでは起きてはならない未曾有のアクシデントに私のことですが笑いバーチャロンのことなど何も知らずロボゲームなんでという状態で読みましたきちんと本文中で解説もありとりあえず ロボット対戦格闘ゲームなんだなと思っておけば支障なく楽しめました後半からはバーチャロン側の世界観に侵食されていく上アニメ未登場キャラは出ないので金賞ってアニメくらいしか知らないんだけどというバーチャロン好きの方も結構すんなり楽しめるんじゃないかなと思います金賞ファン的には 読み切りだからこそできるすっきり終わる爽快で熱いシナリオ展開で嬉しかったです。ここ最近の禁書原作は、 ある事件を解決しても次の事件の伏線でしかなかったりで一冊単位の爽快感は減っているので上条さんと一方さんががっちりタッグを組んで共闘しているなんてもう感類ものでしたなんだかんだ言いつつインデックスを喜ばせようと頑張る上条さんや仲良くチーム組んでる超電磁砲組の女の子たちなど 可愛いシーンも多くてニヤニヤヤできますよ。以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。